こんにちは、和田よしみです。今日の姫ごはんはわたりがにの味噌ラーメンを作っていきます。わたりがにの美味しい季節ですからね。前々から作りたいと思ってたわたりがに入り味噌ラーメンを作っていきたいなと思っております。ただしかし今日はね、少々お時間がないので市販の味噌ラーメン用のスープを使っていきたいなと思うんですけど、ちょっとねわたりがにを入れることによって一段と豪華に仕上がると思います。それでは作っていきましょう。できましたー。見てください、この北海道感いや、これはね、もうですよ。もう美味しいやつなんでだからやっぱ味噌ラーメンのタレ使うと便利ですね。じゃあ味見していきます。では、いただきます。カニの風味の広がるとっても美味しい味噌ラーメンに仕上がっております。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてオンラインで学べるお料理教室の受講生をただいま期間限定で募集しております。詳しくは説明欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご覧になっていただけると嬉しいです。あなたのご参加お待ちしております。それではまたお会いしましょう。さようなら。